はいそれではあの時間になりましたので自己紹介タイムをここで終了いたしますまだちょっと名前がね紹介できてないところもあるかもしれませんがあの臨機応変にお願いしますそれではあの最初のコーナーです問いの2番をみんなで考えようということなんですがこの課題文のこの資料を皆さんお手元から出してください。 これを1ページをめくっていただくと先ほど読んだリード文が最初にありましたその下に問いの1番と問いの2番がありますが具体的に問いの2番をちょっとゆっくりとまずは読んでみます。問いの2資料1から5のうち関連するものを用いて次の文章について検証してください。 ここには資料の1から5と書いてありますが時間の関係上資料の2と資料料ののとを今回はご覧いただくことになりますこれは先ほど紹介した国土交通省の統計資料が資料の2それからその後に「ディスクとハザード」という言葉について説明した国土交通省の文章が資料の3この2つをご覧いただくことになります。 検証する内容というのは次の囲みの文章ですゆっくり読んでみます。公園から遊具がなくなくっていく2006年日本全体で年間およそ3,400台の公園の遊具が撤去されているという報道が注目された大きな原因は遊具によって子どもの死亡や怪我を引き起こす事故が生じたことにあったとされている。事故の管理責任が より一層真摯に問われるべきであるとされる一方で、遊具を撤去することに対しては戸惑いを覚える人たちもいる。教育に関わって危険性を厳じさせることと危険性をあえて受け入れることのことと,ことの間に攻め合合う具体的な場面がここにあると言える。文章自体は難しいものではないと思いますが。 ここには教育に関する重要な問いがあの入っているんじゃないかと思いますこれを資料の2と3を参考にしながらグループで話し合ってくださいやり方は自由ですそのグループで考えていただきたいと思いますあ、それでねおそらく検証しなさい検証って何って今多分思われているとおられると思うんですがあの要するにここの囲みの文章が本当かどうか確かめてくださいということになります じゃああとはグループワークですけれどもあの考,えを考,える考えをグループで整理する時用に模造紙とか付箋紙とかマジックを置いてますので使いたいなと思った場合は適宜それを使ってください。そうですね一応3時20分までをめどにやってみてもらってちょっともうちょっと次回にますということであればちょっと延長も考えますが一旦は3時20分までグループワークというつもりでやってみてください。はい、ではいでスタート はいえー、それでは問い2のコーナーがあの終了しましたので、えー、議論をここまでにしてください <laughs>、えー、まだあの多分続いていたと思うんですけれども本来なら時間があれば、えー、それぞれのグループでどういう議論があったのかを紹介していただきたいところなんですけれども、えー、こちらの方で、まあ、あの簡単にあのコメントをさせていただこうと思います。この問いの2番にももちろん設問の意味意図があります。 えっとそれは資料を丁寧に読み解いてそれは統計であれ説明の文章であれそういったものを読み解きながらこの例題文のこの文章が真か義かということについて分析ができるかどうかその辺りのところをまあ見たい問題でした。様々なあの多分、えー 発想やああるいは気づきがあったんですけれども例えばということで言いますこの文章の中ではこの遊具がだんだんなくなっていくということが強調されていたんですが統計を細かく見ていただいていくつかのグループが指摘してくれているように実はそのの数自体ははは減っているのではなくて実は増えていいるでなく実増えます問題は何が増えていて何が減っているかというところなんですけれども。 先ほどの国土交通省の危険の2種類ですねハザードとリスクというふうに分けてハザードに関わる命や何か重大な事故に関わるようなそういうような遊具は減っています例えばゆりかご式ブランコというのが出ていましたが見たことがある人手を挙げてください。いや知らないでねあ,あ,あるんだ <laughs> はい、ありがとうございます。私たちの世代のほとんどは見たことがある遊具だと思うんですけれども、こういう箱やゆりかごの形でベンチが二つ対面式になっているようなもので、こうブラブラとこうこう揺れ動くようなそういうような遊具です。これを挟まれると命に関わるような事故になるということで、これが二十一世紀に入って特に激減しました。こういったものは減っています。逆に健康遊具と言われているものは増えています。 こういうようなことが子ども観とかあるいは生命に関わる倫理の問題とかあるいは社会をどう設計するかということが一体になったそういう情報がこの資料に盛り込まれていてそういうことが読めるかどうかということが問われていました。西岡先生は何かかありますす、うん、そうですね、はいあのー 問題を解くプロセスで、あのワークショップの中で体験していただいたかと思うんだけども、まずはやっぱりいろんなところを細かく丁寧に読むっていうことが必要になってきますよね。で、あのそれを踏まえながらあの比べるっていう作業をしていただいたんじゃないかなと思いますね。あのそういうふうなこう思考ができるかどうかっていうところら辺がこの問題であの問われているところなんじゃないかなというふうに思います。はい。どうですか。 これれ解いいいいて面白かったな楽しいなっ,て思ったたなな楽しし思人どれくらいあ、いや嬉しいですね <laughs> <laughs> あの作文してる側から言うとですねなんかこうあこんな問題作る大学だったら来たいなって思ってもらいたいなと思いながらですね作ってるんですけども、はい、あのじゃあひとまずもっともっと考えたいと思ってくださった人もいるかもしれませんが問いにのところはここまでということで一旦またそうですね10分ほど休憩を取ろうと思います。